済んだもん。大変よ。メタン、どうしたのだ？今日は完全数の問題が出てくるらしいわ。完全数？何なのだ？その凄そうな名前の数は。あれ、済んだもん知らないの？それだと今日の問題が解けないわね。仕方ない。完全数について説明してあげましょう。ちょっと状況がよくわからないけど、とりあえずお願いするのだ。いいでしょう。完全数とは、自身を除く正の約数の和が自身に等しくなるような自然数のことよ。どういうことなのだ？具体例を見た方がいいかな。例えば6の約数として1、2、3がある。ふむふむ。6自身も6の約数だけど、ここでは除いておきましょう。これらを足すと6自身に等しくなるわね。確かにそうなのだ。だから6は完全数。ちなみに6は最初の完全数で、次の完全数は28ね。28の約数は1、2、4、7、14。ここで28自身は除いておく。そしてこれらを足すと28に等しくなるわ。おお、ぴったりなのだ。完全数を小さい方から並べると6、28、496、8128。完全数って珍しいんだね。そうね。ちなみにその次の完全数は3355336。なんと、なんか急に桁が増えすぎなのだ。一気に飛んだ感じがするわね。実は完全数はこれまでに51個しか見つかっていない。へえ、見つけるの大変なんだね。そうみたいね。そして完全数が無限に存在するかは不明となっているわ。謎が多い存在なのだ。定義はシンプルなのにね。あともう一つ知っておいてほしいんだけど、実は完全数と密接に関わっているものとしてメルセンヌ素数がある。なんかかっこいい名前なのだ。まずメルセンヌ数というのは2の n 乗マイナス1の形をした数のことね。これを mn と書くことが多いわ。これもシンプルな定義なのだ。そしてメルセンヌ素数とは素数であるメルセンヌ数のことね。ふむふむ、なるほど。つまりメルセンヌ素数とはかっこいい形の素数なのだ。まあ気持ちはわからなくはないわね。あ、問題が来るわ。なんだって？うわっ。メルセンヌ素数と偶数の完全数は mp2p-1乗mp で1対1対応することを示せということらしいのだ。これはすごいわね。メルセンヌ素数 mp に 2のp-1 乗をかけると完全数になるという主張。全く関係ないように思える2つの概念が驚くほどシンプルに結びついているのだ。その通りね。でも偶数の完全数っていうところが不思議なのだ。奇数の方はどうなってるんだろう？奇数の完全数が存在するかは未解決問題となっていて、まだ一つも発見されていないわ。もし奇数の完全数が存在しないとしたら、メルセンヌ素数と完全数は1対1対応することになるわね。なるほど、そういうことね。ちょっとこれだけだとあまりピンとこないから、この対応をいくつか計算してみましょう。ずんだもん、この表を埋めてみて。了解なのだ。p が1から5まで動くわけね。まずメルセンヌ数 mp イコール2の p 乗マイナス1を計算してみる。 p イコール1の時は 1p イコール2の時は3となるのだ。以降は7、15、31となる。よし、いいでしょう。ここで3は素数、あと7と31も素数になってるわ。そこがメルセンヌ素数ってことね。そういうことになるわね。ちなみに mp が素数なら p も素数になることが知られている。確かにそうなってるのだ。でも逆は必ずしも成り立たない。つまり p が素数であっても mp が素数であるとは限らないことに注意してね。了解なのだ。では本題に戻りましょう。次は2の p-1乗mp を計算していくのだ。これが偶数の完全数になるらしいわね。やってみるのだ。メルセンヌ素数、つまり mp の内素数であるものについて mp に 2の p-1 乗をかけてみる。まず p イコール2の時、2の2引く1乗かける3イコール6となる。 p イコール3の時は2の3引く1乗かける7イコール28。そして p イコール5の時は2の5引く1乗かける31イコール496となるのだ。計算が早いわね。えっへん。それにしても驚くべき結果だわ。確かにこれで最初の3つの完全数が得られている。不思議なのだ。
どうやらこの関係は確かに成り立つかもしれないわね。じゃあ一般の MP に対して証明していきたいところだけど、その前に準備が必要ね。完全数について調べる上で強力な武器がある。それがこれよ。このシグマ N で N の約数の和を表すことにする。あまり強力じゃなさそうだけど、まあ聞いてればその便利さがわかるわ。例としてシグマ6を計算してみましょう。6の約数は1、2、3、そして6自身も6の約数ね。これらの和を計算すると結果は12となる。6は完全数だけど、今は6自身も計算に含めているから結果が6の2倍になったってことね。そうなるわね。つまり N が完全数であるということと、シグマ N イコール 2N は同値であると言える。なるほど。なのだ。シグマを使うと完全数の定義を数式で表すことができる。確かにちょっと便利かも。でもそれだけ？便利なのはここからよ。シグマの性質を2つだけ見ていきましょう。まず1つ目の性質として、 T を素数とし、シグマ TN 乗を計算してみて。T は素数だから TN 乗の約数は 1TT2 乗と続いていって、最後は PN 乗なのだ。つまりシグマ PN 乗はこれで OK。 ここまではいいけど、実はもっと計算を進められるわね。え、そうなの？等比数列の和の公式を使うとこのように表せる。そういえばそんなのあったかも。特にシグマ2の N 乗はこのようになる。これはつまり N プラス1番目のメルセンヌ数ね。ここだけは覚えておきましょう。意外な結果なのだ。そしてシグマの2つ目の性質は、 AB を互いにそな自然数とするとシグマ AB イコールシグマ A シグマ B となる。つまりシグマを2つに分解できるってことね。互いにそってなんだっけ？ AB を共に割り切る自然数が1だけということね。あるいは AB が共通の素因数を持たないことと言い換えることもできる。ふむ、ちょっとピンとこないのだ。じゃあ具体例を見てみましょう。例として A イコール2の3乗かける3、 B イコール5の2乗とする。 A と B は共通の素因数を持ってないから互いに素と言えるわね。ふむふむ。ここでシグマ AB を計算すると、まず A と B を具体的に書いてこのようになる。この部分の約数の和を計算したいんだけど、約数はすべてこの形をしているわね。なるほど、確かに。そして実はこれですべての約数の和が計算できる。どういうことなのだ？この式を展開する様子をイメージしてほしいんだけど、例えばこことここ、そしてここを選ぶとこのような項が出てくる。あ、なるほど。その選び方を変えればこの形の項がすべて出てくるのだ。そういうことね。つまりこの式を展開するとすべての約数が出てくる。さて今度は逆向きに変形しましょう。この部分だけに注目すると、これはシグマ2の3乗かける3とかけて、残りはシグマ5の2乗とかけるわ。つまりこれはシグマ A シグマ B のことね。したがってシグマ AB とシグマ A シグマ B は等しい。なんとなくわかったのだ。今のは例だけど、一般の場合も同じ考え方で証明できるはずよ。完全に理解したのだ。じゃあ問題に戻って、僕がこのメルセンヌ素数と偶数の完全数の対応を証明してみせる。結構難しそうだけどできるの？もちろんなのだ。証明したいのはこういう対応だった。やることはシンプルなのだ。この部分を N と置くことにして、 N が完全数であること、つまりシグマ N イコール 2N を証明すればいいわけなのだ。じゃあシグマ N を具体的に計算してみよう。 N イコール2の P マイナス1乗 MP に対してシグマ N はこうなる。ここで2の P マイナス1乗と MP は互いに素なのだ。なぜなら MP イコール2の P 乗マイナス1は奇数なので、2を素因数として持たないからね。確かにそうね。したがってシグマを2つに分解できる。そしてこの部分はさっき計算したようにこのような形で書ける。一方この部分は MP は素数なので約数は1と MP だけなのだ。こっちの MP だけ具体的に書くとこんな感じ。そしてこれはつまりこのような結果になる。そしてこうなって最後はこうなるのだ。こうなるしか言ってないわね。こことここが等しいということはシグマ N イコール 2N となる。つまり
n イコール2の p マイナス1乗 mp は完全数なのだ。うんうん、なるほど。ここまでは順調ね。え、ここまで？何を言ってるのだ。え、ずんだもん、まさかあなたこれで証明終わりだとでも思っているのかしら。急に悪役みたいになってきた。今ずんだもんが示してくれたのは、 mp をメルセンヌ素数とした場合、2の p-1 乗 mp が偶数の完全数だということだけど、この対応が1対1だと示すにはあと2つのことが必要になる。え、2つも？1つは重複がないことだけど、メルセンヌ素数が大きくなれば対応する偶数の完全数も大きくなる一方なので、異なるメルセンヌ素数が同一の完全数に対応することはない。まあね。問題はもう1つの方ね。それは漏れがないこと、つまり全ての偶数の完全数がこの形で書けるかということよ。うむ、なるほど。もしこれ以外の偶数の完全数が存在したら、この対応には漏れがあり、1対1対応ではなくなってしまう。そういうことね。まあでも簡単そうだから証明してみるのだ。あれ？どうしたの？何か嫌な予感がする。どうしたの？何か嫌な予感がしたけど、気のせいだったみたいなのだ。それじゃあ、偶数の完全数はこの形で書けることを証明していくのだ。ところで、何か雰囲気が変わったような。なんだろうね。まあいいか。さて、 n を偶数の完全数とする。ここから2の p-1 乗 mp の形を目指せばよいのだ。ここで mp はメルセンヌ素数なので、素数という条件も必要だね。ここからどうするんだろう。いきなり難しいわね。とりあえずここの2の類乗を作ってしまいましょう。 n は偶数だから2で何回か割り切れるはず。なるほど。では n を2で r 回割り切れるとすると、 n イコール2の r 乗 k と書けるのだ。ただし r がいなりイコール1で、 k はもう2で割り切れないから奇数となる。その通りね。じゃあ今は n について目標を立てているけど、これを k についての目標に書き直してみましょう。k イコール mr プラス1となっていれば、 n イコール2の r 乗 k と組み合わせることで目標の形が実現できたことになるのだ。もちろん k イコール mr プラス1が素数という条件を忘れずにね。うんうん、良さそうね。さらにここの素数という条件はシグマを使えば数式で表せる。どういうことなのだ。シグマの定義を思い出してみて。確か約数の割って意味だったから。そうか、素数の約数は1と自分自身だけだから、 k が素数という条件はこのように書き直せるのだ。というかさっき似たようなことやったかも。これで確かに k の約数が1と k だけという意味になってるわね。うむ、ここで1プラス mr プラス1はこのように書けるので、2の r プラス1乗となる。よってこの条件はシグマ k イコール2の r プラス1乗と書けるのだ。では改めてこの2つの式を示すことを目標にしよう。ちょっと右上に書いておくね。さて、 n イコール2の r 乗 k は完全数なので、シグマ n イコール 2n が成り立つ。この両辺を計算していくと k に関する条件の式が得られて、この目標を示せる気がするのだ。なるほど、いい方針ね。まず左辺は n を具体的に書くとこうなる。ここで k は奇数だったから、2の r 乗と k は互いに素なので、シグマを分解できるのだ。そしてこの部分はさっきシグマの性質として確認したように mr プラス1となる。一方右辺は n を具体的に書いてこのようになるのだ。さて、左辺と右辺は等しいので、このような等式が得られた。素晴らしいわ。これってかなり答えに近い形になっている。目標の一つ目の式と二つ目の式が見えてくるわね。うん、あとはこの式を分けて目標の式を作れば OK なんだけど、どうやるのだ。こういうのは慣れてないと難しいけど、ここに2の r プラス1乗がある。一方 mr プラス1は奇数だから、シグマ k は2の r プラス1乗で割り切れるということがわかるわ。そう考えるのか、すごいやり方なのだ。
ではシグマ K は2のあるプラス1乗で割り切れるので自然数 A を使ってこのように表せるはず。この時条件の式はこのように書き直せる。確かにそうね。そしてここが消えるので K イコール MR プラス 1A となるのだ。ふむふむ。これまでの結果をまとめると K とシグマ K は A を使ってこのように表せることが分かった。これはつまり A イコール1さえ示せれば目標が示せたことになるのね。そういうことなのだ。では早速 A イコール1を示すのだ。どうやるのだ。どうやるのかしら。メタンもわからないの。全くわからないわね。ここまで来たのに。あれ、何か変な感じが。わ、ちょっとどうしたの。なるほど、そういうことか。ズンダモン、大丈夫。 A は1と異なると仮定しよう。すると K は少なくとも I 異なる約数 1A MR プラス 1A を持つ。あなたは誰なの。続けよう。これはつまりシグマ K は1プラス A プラス MR プラス 1A 以上であるということを意味している。 MR プラス 1 を具体的に記述するとこのようになり、この部分とこの部分は互いに打ち消し合うためこれらの項のみが残る。ここはシグマ K に一致しているためこのようになるが、この結果はシグマ K がシグマ K プラス1以上であることを示しており、矛盾。したがって A は1と異なるという仮定は誤っており、 A イコール1であることが示された。以上からこの目標は達成された。すごい。これはすなわち N を偶数の関連数とすると N イコール2の R 乗 K と書くことができ、一つ目の式からこのようになる。そして二つ目の式は K すなわち MR プラス1が素数であることを意味するのだった。よって MR プラス1はメルセンヌ素数である。最後に P イコール R プラス1と置くと N は2の P マイナス1乗 MP の形で表せることがわかる。 QED これにて証明終了。ズンダモン大丈夫。メタン一体どうしたのだ。よかった、無事なのね。僕は今日も元気なのだ。早く帰って休みましょう。僕は大丈夫なのだ。それより完全数についての問題はどうなったの。もうその問題は解かれちゃったわ。僕が解きたかったのに。何も覚えてないのね。さあ帰りましょう。まったく、一体誰が。では皆さんごきげんよう。